こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では僕のですね、私物のスニーカーを持ってきましたので皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。まあ、このようにですね、並べてみると結構いろんなタイプを持ってるなと思うんですが、まあ、どれにも共通項があって結構シンプルなものが多いなと思ったりします。まあ、今回はですね、2020年現段階で僕が持ってるものをですね、皆さんに紹介しながらこのようにコーディネートに落とし込むといいよというお話もできればなというふうに思っています。このチャンネルではですね、30代40代の大人の男性に向けてファッションの基本を分かりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速1足目から解説をしたいなと思うんですが、まずはこちらからいこうかな。はい、こちらはですね、今持っている靴の中では一番古株というか長い期間使っているものになるんですね。まあ、ランバンというブランドのスニーカーになります。色はですね、見ていただくと分かるかなと思うんですが、ネイビーになるんですね。このつま先部分にはちょっとブラックを使っているんですが、基本的にはネイビーがベースになっていて、ブラックが少し入っていて、ソールの部分がホワイトというような仕様になっています。これはですね、今日ご紹介する中で一番気に入っているスニーカーなのかなと思います。まあ、銀座のバーニーズニューヨークで見つけて一目惚れをして買ったわけなんですが、ちょっとですね、価格は安くはなかったんですね。ランバンというのはコレクションブランドなので割と金額は高くなるんですが、その中でもですね、僕はスニーカーが結構好きで、スタイリングの際にお客さんに提案することもあったりするんですが、こちらはですね、通常のランバンのシリーズとはちょっと違って、片押しの革を使ってるんですね。こちらがネイビー地に対して片押しの革を使っていて、このつま先の部分がラバーなんですね。まあ、素材もいろんなものを使っているんですけども、まあ、レザーが主体になっているのでシンプルで大人っぽい雰囲気がありながらも、細部にですね、デザイン性が高い仕上がりになっていて、これはですね、めちゃくちゃ気に入っていますね。もうおそらくですね、4、5年は使ってるかなと思うんですが、まだ全然へたっていないので、多分あとですね、少なくとも3年は使えるかなと思ってますし、頑張れば10年ぐらい使えるのかなと思っています。ただ使ってるとですね、ソールの部分がすり減ってくるんですね。でここがすり減ってしまうとどうしてもですね、スニーカーの寿命が来てしまうんですが、まあ、最近はこういったスニーカーのお直しをしているところも増えてきまして、僕は銀座の三越の靴売り場で直したんですけども、このソールの部分だけをですね、貼り直していただいたんですね。まあ、このようにスニーカーであってもしっかりとお直しをすれば長い期間履けるんだなということを実感させてくれたのがこのスニーカーなのかなと思っています。まあ、最近はですね、あまり仕事でもですね、革靴を履くことがないんですね。で僕にとっての革靴というかフォーマルな靴がまさにこのようなレザースニーカーなんですね。まあ、レザー素材というところで少しですね、きれいめな雰囲気も漂うので、僕にとってはこれはもう革靴同然の扱いになってくるんですね。そうなると履いた時に自信が持てるかどうかも結構大切になるかなと思っています。その点こちらは値段は正直安くはなかったんですが、履いていて気分もいいし自信を持つこともできるので、非常に気に入っているスニーカーなのかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、仕事でも履く可能性があるスニーカーには少し頑張って投資をすることをお勧めしてみたいなと思っています。はい、続いてご紹介するのはこちらの白レザースニーカーですね。これはですね、最近購入したものでマルタン・マルジェラというブランドのものになります。デザインとしてはですね、結構オーソドックスなジャーマントレーナーというミリタリー由来の靴なんですけども、普通のレザーとスウェードのコンビになっていまして、まあ、普通の白のレザースニーカーではあるんですが、まあ、スタン・スミスなんかに比べると少しデザイン的には面白みがあるのかなというふうに感じています。まあ、マルタン・マルジェラというブランドは僕大好きなんですけども、このスニーカーを見てもマルジェラっぽいなっていう部分って正直あんまりないんですよね。まあ、このタンの部分にマルジェラのタグがついてるんですけども、そこもですね、ボトムスで隠れてあまり見えないんですよね。そうなるとシンプルな白のレザースニーカーに見えるんですけども、自分の中ではですね、ちょっとだけ気分がいいというところでマルジェラのスニーカーの魅力というところを実感しています。まあ、このような白レザースニーカーっていうのは僕にとってはもうユニフォームみたいな存在で、必ずですね、下駄箱には一足はあるんですね。まあ、この後ご紹介しますけれども、しばらく白レザースニーカー使ってたものがあって、そろそろくたびれてきたのでこちらを購入したんですが、まあ、いつもとは違うジャーマントレーナーということで新鮮な気持ちで履くことができてるかなと思っています。まあ、このような靴っていうのはマルジェラで買うと結構値段はしてしまうんですが、割とですね、1万5000円から2万円ぐらいで ZOZO で買うことができるので、まあ、そういったものでも十分なのかなと思います。まあ、着こなしの中に明るさをパッと取り入れることができるので、ぜひ皆さんにもですね、白レザースニーカーをチェックしていただきたいんですが、このようなジャーマントレーナーという選択肢があるということもぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。
はい、続いてご紹介したいのがこちらですね。まあ、動画の中でもですね、今年はめちゃくちゃ出る機会が多いかなと思うんですが、ナイキのエアマックス97ですね。こちらはですね、撮影のために買ったんですけども、ものすごく気に入ってしまって、実はですね、全く同じものをもう一足持っています。こちらは撮影用で主に室内で履く用なんですけども、もう一足普段用のやつも全く同じカラーで所有をしています。それぐらい気に入ってしまったスニーカーなんですが、どこが気に入ったのかというと、まあ、先ほどご紹介した2足のスニーカーって正直ですね、ローテクでシンプルなスニーカーかなと思うんですね。そういった意味では着こなしの中にすごくですね、馴染みやすいところが利点でもあるかなと思うんですね。ただ一方で、まあ、ベーシックなのでちょっとパンチが弱いなと感じることがあるんですね。まあ、最近はスニーカーブームなので、もうちょっと大胆なデザインのものも楽しみたいなと思った時に、 Air Max 97というのはすごく今っぽくてバランスのいいスニーカーかなと思っています。ただ最近のスニーカーってかなりですね、デザイン的にも色的にもですね、盛ったものが多いんですね。そうなると物として見た時には魅力的に感じるんだけど、コーディネートでなかなか使いづらいっていうところがあるんですけども、この Air Max 97に関しては、まあ、デザイン的には結構流れるような画期的なデザインではあるんですが、カラーリングがですね、ブラックメインでホワイトソールというところですごくシンプルなんですね。ですので着こなしの中に馴染みやすいので、スニーカーが大好きという欲求も満たしながらですね、ある程度コーディネートしやすいという2つのですね、すごく大きなメリットを持ったスニーカーなのかなと思っています。これは夏場めちゃくちゃ飽きましたし、これから秋冬になってもどんどん使いたいスニーカーかなというふうに思っています。まあ、Air Max 97は様々なカラーがあって、もともとですね、僕が20数年前これを初めて見た時には確かシルバーだったような記憶があるんですね。まあ、シルバーの近未来的なデザインで、当時はですね、全く理解ができなかったんですが、あれから20年以上経ってようやくですね、時代というか僕自身の感覚が追いついてきたかなと思っています。まあ、ブラックのこういったメインのやつもいいですけど、オールホワイトの Air Max 97も結構かっこいいので、今後そちらもですね、ちょっと買ってみたいなというふうに思っています。まあ、非常にこれはですね、バランスのいい靴なんですけども、結構サイズ感がコンパクトで、僕は普段ですね、革靴に関してはだいたい25センチぐらいのものを履くことが多くて、スニーカーもですね、25.5 とか26を履くことが多いんですが、このですね、Air Max 97は中が結構コンパクトなので、割と26を買ったんですけども、タイトな仕上がりだったかなというふうに思っています。ひょっとしたらですね、いつもよりサイズを少し上げた方がいいのかなと思うような作りになっているので、その点は頭の片隅に置いていただけるといいかなと思っています。はい、続いて4足目なんですが、こちらはですね、スタンスミスですね。僕は動画の中でもおすすめすることが多い靴なので、皆さんも知ってる靴なのかなと思います。まあ、先ほどご紹介しましたが、こちらのマルジェラの白レザースニーカーの前に履いていたのが、こちらのアディダスのスタンスミスになるんですね。まあ、正直ですね、これがボロボロになってしまったのでこちらに買い替えたんですが、以前の動画にも出した通り、僕はですね、ボロボロのこちらのスタンスミスを白のスプレーを吹きかけて見事に復活させたんですね。見てください、かなりピカピカで新品のように見えるかなと思っています。まあ、これはですね、僕の中では画期的な発見だったんですけど、白のスタンスミスを使っているとどんどん色がですね、くすんでくるんですね。まあ、そしてだいたい 2,3 年ぐらい経てばやっぱり寿命を迎えるかなと思っています。このスタンスミスもおそらく3年から3年半ぐらい使ったかなと思うんですが、まあ、寿命をとっくに迎えていたかなと思っています。ところがですね、染め球というスプレーを使って白く染めたら全然ですね、新品同様の輝きを取り戻したので、まあ、これからもこれを履きたいなというふうに思っています。まあ、塗装と同時にですね、靴紐の色を変えたらですね、すごくいい雰囲気になったので、まあ、これからも使っていきたいなと思ってるんですが、まあ、仕事用はこちらのマルジェラのシューズがあるので、主に室内履きとして撮影の際にこちらを使っていきたいなと思っています。まあ、スタンスミスもですね、いろんなモデルがあるんですが、こちらのものはですね、ラフシモンズというデザイナーの方とのコラボレーションモデルになっていまして、結構ですね、これ履いてるといろんな店員さんにですね、あ、ラフシモンズのスタンスミスですかと声をかけてもらうことが多くて、そういった意味でもちょっとした自己満足に浸れるシューズなのかなと思っています。まあ、通常のスタンスミスとはちょっと違って、こういったタンの部分がブラックになっていたりですとか、サイドのですね、ここのパンチングが R、 ラフシモンズの R になってるんですね。まあ、こういった部分なんかが、まあ、人との違いがあって、個人的にも履いていて気持ちのいいスニーカーなのかなというふうに思っています。スタンスミスは ABC マートなんかでも買えますが、人とちょっと違うものを選んでもらうと
気分的にも上がりやすいかなと思っています。まあ、セレクトショップなんかに行くと販路限定版のスタンスミスっていうのは売ってるんですね。いろんなところに売ってるわけではなくて、ある程度買える店が限られているスタンスミスみたいのがあるので、そういったものを選んでもらえるとですね、ちょっと人との違いというところを楽しみやすいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目なんですが、こちらのスニーカーですね。これもね、今年買ったものなんですけども、ナイキのスニーカーなんですが、デイブレイクタイプというシリーズになりますね。これもですね、見た瞬間すごくいいなと思って思わず一目惚れをしてしまったシューズなんですが、主にセレクトショップで見かけることが多かったんですね。まあ、ナイキのショップに行ってもあまりにですね、たくさんのシリーズが並びすぎてしまって、その中から発掘するのってなかなか難しいかなと思っています。その点ですね、セレクトショップに取り扱いのあるスニーカーというのは、そのお店に置いてある服との相性のいいものが多いので、信頼が置けることが非常に多いかなと思います。そういった点でこのデイブレイクっていうのは、さまざまなセレクトショップで取り扱いがあったので、僕自身もずっと気になっていたんですが、これはですね、すごくバランスのいい靴だったかなと思っています。まあ、デザイン的にはちょっとレトロな雰囲気のある靴になっていまして、夏場はショートパンツに合わせたりだとか、あえてスラックスみたいなものと合わせて着崩すような形で使うことが多かったですね。非常に軽量ですし、メッシュになっているので、春夏に特に活躍してくれるスニーカーなのかなというふうに思っています。シンプルなレザースニーカーと、一方でハイテクのエアマックス97、その中間ぐらいに位置するアイテムなのかなと思っていまして、まあ、これもですね、スニーカー好きの僕としては非常にですね、持っていてテンションの上がる一足だったかなと思っています。まあ、シンプルなスニーカーをある程度揃えたら、少しずつ冒険を交えていくというのもすごく楽しいなというのをですね、このスニーカーから感じ取ることができたかなと思っています。最近ではですね、結構人気あるようで、なかなか見かける機会が少なくなってきたんですが、まあ、楽天ですとか様々なネットショップを駆使しながら、ぜひ皆さんも見つけていただければなと思っています。はい、続いてラスト6点目ですね。こちらもですね、今年購入したナイキのスニーカーになるんですが、まあ、気づけばナイキ率がちょっと増えてきてますね。3足目になるのかな。こちらはですね、ナイキのキャニオンというシリーズで、スニーカーとサンダルの間ぐらいのアイテムなのかなと思っています。こちらはですね、夏に向けて買ったんですが、これもですね、スニーカー好きの心をくすぐるようなデザインで、個人的にはめちゃくちゃ気に入っていますね。主にショートパンツに合わせることが多かったんですが、これはですね、多分今年初めて発売されたモデルかなと思います。今までは見たことがなかったんですが、少しポッテリめのですね、ソールがついていて、まさに今っぽいスニーカーサンダルなのかなと思っています。デザイン的には少し変化球があるんですが、かといってこう飛びすぎた感じもしないので、すごくですね、着こなしとも馴染みがしやすかったんですね。結構ですね、これ女性でも履いてる方が多くて、街でもですね、かぶったなと思うことがあったんですが、意外と男性は履いてる方は少ないですね。昨年はですね、テバのスニーカーというものを新しく買って、それを履き倒したんですが、今年はちょっと違う雰囲気を楽しみたいなということで、こちらのキャニオンを買ったんですが、足元の雰囲気変わるだけで全然イメージが変わるかなと思います。同じコーディネートだとしても、足元をエアマックス97にするか、こういったサンダルにするかでも全然仕上がりが変わってくるかなと思っています。そういった意味では、トレンドだとか、ちょっと今っぽい雰囲気というのは、スニーカーですとか、こういったサンダルで雰囲気を変えてみるのもすごくいいのかなと思っています。まあ、僕の中ではテバとどのように差別化をしているのかというと、テバはですね、基本的にアウトドアだとか、少し体を動かすことが多い時に使って、ちょっとですね、こちらは待ち履きとして涼しく履きたいなという時に使うようにしてるんですね。まあ、このようにサンダルにしてもバリエーションを出してあげるとですね、だいぶ気分が変わりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、少しずつスニーカーのバリエーションというところを増やしてみるのもいいかなと思っています。はい、ということで今回は僕の私物のスニーカーをですね、ご紹介をさせていただきました。まあ、この他にも何点か所有してるんですが、主にですね、最近よく履いてるのがこの6点になるので、ご紹介をさせていただきました。まあ、こうやって改めて見てみると、 YouTube を撮影してるとですね、どんどん物が増えてくるなというのを改めて感じています。皆さんにですね、これはおすすめですよっていうのをですね、どんどんご紹介したくなるので、気づけばですね、数が増えてきたなというふうに感じています。正直ですね、僕の中では3足ぐらいあれば十分に回ってしまうかなと思ってるんですね。まあ、仕事であればこのような濃いめのシューズと明るめのシューズ、この2足があれば基本的に僕は回ってしまうんですね。オフに関してはエアマックス97がめちゃくちゃ活躍していて、それにプラスしてサンダルですね、キャニオンだとかテバを回してしまえばもう十分に回ってしまうぐらいなので、僕にはちょっと量が多すぎるかなと思うんですが、まあ、メンズファッション研究家と名乗ってるからにはですね、様々な新しいものにもトライしながら知見
験を広げていきたいなというふうに思っています。まあ、この中で皆さんもですね、気に入ったものがあれば少しずつトライをしていただきたいなと思うんですが、一般的にはですね、2、3足スニーカーあれば十分なのかなと思っています。ベーシックで使いやすいのはこういった濃い色のネイビーですとかブラックのレザースニーカー、そして白レザースニーカーですね。これがあればですね、カジュアルからビジネスカジュアルまで対応することができるかなと思いますし、それにプラスして1足ですね、ハイテク系のスニーカーなんかがあると気分が大きく変わるかなと思うので、そういう場合はエアマックス97だとか、あとはこういったデイブレイクだとか、少し旬な雰囲気のあるようなものを足してあげるとすごくですね、コーディネートの幅が広がりやすいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、これからもですね、このチャンネルでは様々なものを買い物しながらですね、30代40代の皆さんにとって参考になる動画を撮っていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。